男内山帯に届く買い方をしますこれ46やばいよこれもう出来上がったということですかね予想、もう完璧ですね完璧な予想では見せていただきましょう確認したんです気圧が1024ヘクトパスカルでしたよね23ですか23だったようなあじゃあ大丈夫ですね大丈夫ですかいやいや関係ないでしょ、はい、そんな気にしたことないでしょいやいや、ま、大丈夫ですかもうそこはこの予想の肝なんで1号店逃げからとにかく今日ですね、はい3の目が非常に強いの知ってます？タルトでも何でもなく、今日の1レースからの結果がこれなんですよ、はい、すごいこれだけ3が強いってことはやっぱなんかあるよねということで、はい今日は3で突っ張っていこうかなというふうに思ったところで気圧が1023ヘクトパスカルだったんでああやっぱ3だなという、ではイマルさんも見せていただきましょう、はい、こんな感じですはいこれはちょっともう直感じゃ直感ですちょっと私はビギナーなので、はい、ちょっとこう様子を見ながら言ってる感じではあるんですけど、はい、では内山くんもよろしいですか見せていただきましょう私はこうしましたはいおおこれは平山選手がちょっとスタートいかなかった場合の松本明恵選手の一発を期待したいなと思って4の1ゴロ1ゴロにしました4頭ですねはいこれ4頭はもう完全に満州なんで好きな目ですしね好き第一番好き今日はねやっぱりもうねとにかく奥様から帯を持って帰ってこいって言われてるんでそうですよねもうそれが、はい、だからもう徐々に増やしていかないとマスト条件マストですからねうもうマストですあけちゃん行っちゃおう並びが固まりまして3対3特別選抜戦これあけちゃん行ってんじゃない入ってそう行ってるでしょこれあけちゃん絞ってしょよし行った、よし終わったよし来ました456でいい456よし456でいい456にして2はないんで456にして武井さん調子いいんだから頼むよ456にして200倍ぐらいあったんだよこれ456だとそうですよね、うん、そう打ち入って先回っちゃうよし46よしすごいこれ46やばいよこれ400倍ぐらいあるからねこれ46ほら俺500円持ってっからねいきなりすごいほら来た俺ねやっぱりねガンバゴリ調子いいのよよしすごい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 いいよ465でいい結婚記念日ありがとうすごい今年愛してるよ71倍すごい今日も帰っていいいや4号やめて武井さんやめて465で嘘よし香川さん無理して666香川さん無理してそんな無理してて香川さんいいからこれ香川さんいいからよしあぶら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 ゆっくりねこれはすごいですよそうすごいお待たせいたしましたすごいこれ素晴らしいですねありがとうございますいくらになるんだろう20何万でしょ20何万でしょ多分500円いってるからすごいいくらだったはいじゃんおおすごいよしすごい数字で見るとすごいすごいですよ初めてあの空欄の左の桁に数字が出るかもしれない初めてねイマルさんも見せていただきましょう、はい、こんな感じですはいこれは、うん、1、3、4、これボックスで、はい2000円と146で、なんかいやもう本当に毎回直感なんですけど134ボックスから僕も行こうと思ったぐらいなんですけど、はい、
それではやっぱり私的には面白くないと。あれ、じゃあ誰から行くんですかって言ったら、もう私は大好き原田幸也選手から行かせていただきます。ここ誰が今一番勝ちたいかなと、この優勝戦と関係ないところで言ったら、やっぱり幸也選手なんですよ。幸也選手が行くことによっての展開、誰に向くのって時に、僕は桐生選手じゃなくて丸野選手が向くんじゃないかなと。さっきちらっと展示見た感じもちょっと良かったので、1-3-4、どう、当たったらなんかちゃんとしたこと言うようになったでしょ。いや、もう僕は言っても、もう今気持ちいい思いをさせていただいたので、はいはい、この後はもう今るちゃんに当てていただければいいなと、うん、だから僕的に言ったら1-3-4ボックス、これすごくいいと思うんです、うん、ありますよね、はい、いやでもこれボートレースってどうなるかわかんないですよね、予想、ね、しても、うん、全然そこが、だけど3-1-4とか3-4-1だったら僕も今るちゃんも喜べるから、ええ、そうですね、この辺来ていただければ、今日はもうウイチさんはとりあえずオッズダンサーとして踊っていただくということで僕はいつものことですから、はい、ええ、たまに当たるんですよこういうのもだけどだから、とりあえずやっぱ当てないとさ、うん、楽しみってわからないじゃない、いや、そうですね、そうだから、その時の気持ちって、そうやっぱりここは岩田ちゃんに当てていただきたいなと、うん、当てたい、まずは、うん、特別選抜へいけ、さいけ、まず1号艇プラス12コーナー線で動かす号艇、動いてくる原田幸也、真ん中も行けるが2号艇、相手刺さんじゃない、刺さんないか、西山来い、西山来い、あー西山来い、これは 1-2 だな、2ですかね、前提スタート正常、西山来い、西山来い、4号艇幅取り、差しに回るか、桐生純平、うちを切り込む戦況、これはすごいね、ちょっとこれは 1-2-4 かな、ちょっとね、そんな感じですかね、今 1-2-6 だっけ、本当 1-2、 いや、1-4-6です、ね、1-4-6 か、マルちゃんいいけど、膨らんじゃったな、ちょっとな、さあ皆さん、勝負としては残念でした、はい、はい、それでは皆さんの残金を確認していきましょう、はい、ご覧のようになっています、内山くんは大きくリードされていいな、いい笑顔、はい、イマルさんも見せていただきましょう、はい、こんな感じです、はい、1-3-2、1-2-5、2-1-3、絞って3点勝負ですね、はい、あ、なんかそうですね、いろいろ気になる選手が いたんですけど、寺田さんがすごいベテランっていう、情報もありましたし、はい、なんか平高選手もなんか気になりました、前走も1位を取ってこのまま勢いでっていうのを、はい、ちょっと期待してます、しっかりとこう、うん、理由付けをしてくださるのが、いやもうね、勉強熱心だから、レースするごとにすげえ詳しくなってくる、そうですよね、なんか、うん、表もなんか見やすくなってきました、だんだん慣れてきて、うん、はい、多分そのうち本当に決まり手まで覚え出せるですよね、頑張ります、内山くんはどうでしょう、いや、あのね、余裕があるとね、はい、買い目が増えるいいぞ、はい、で、ここがですね、私もちょっと行かせていただきました、はい、とりあえず小野聖奈選手と平高選手がメテンジでちょっといいなと思ったんです、はい、なんでここをうまく軸にしたいなと思ってて、でもう森谷美穂ちゃんが逃げちゃったらもう 1-2-3 か 1-2-5 で、もしかしたら奈々ちゃんが一撃あっての 1-5-2 があるかなっていうんでこう予想したんですけど、はい、優勝戦に向けての振りですもんね、まだ ね、 ねそうですね、あ、もう最後最後もうすごいことになるんですか、じゃあ、あ、もうどんどんですよ、それは、どどんといくんですよね、もう帯に届く買い方をしますから、あ、素晴らしい、言いましたね、はい、そこはもう男内山、男内山、はい、はい、まさかの持って帰るってことはしません、やっぱりね、ボートレースって何がいいって、やっぱり夢を見るからいいのよ、合いますね、夢、その夢をさ、叶えようじゃありませんか、今日これはもう、あのメイン MC 内山さんの子から夢を見たいですね、あ、もうこう来たら、優しいコメントが、いや、やっぱりね、イマルちゃんってね、昔からいい子なんですよ、はい
5年ぐらい前までさんまさんと舞台をやらせていただいてて、はい、そこでちょっと僕がその前のステージの時にヘマをしてさんまさんに怒られてるところをイマルちゃんがずっと見てて、そんな言わなくてもいいんじゃないって唯一言ってくれたのがイマルちゃんだけなんですよ。あんなに大人がいっぱいいる中で誰もフォローしてくれない中で、唯一助けてくれたのがイマルちゃんなんですよ。家族なら言えますからね。そうだから俺はこの2つの出来事だけはずっと覚えてる。ずっと頭が上がらないじゃないですか。そうなんです。だからイマルちゃんに勝ってほしい。幼い子が止めに入るほど怒られてたってことですか。そうです。スタートするぞ。これさあどうでしょう。優勝戦第11名です。いやでもそろうかな。あーセイラちゃんいってるね。セイラちゃんいってますね。いやセイラちゃんいってるこれ。まくっちゃう。そうすると変わっちゃうよこれ。展開そうするとそうなっちゃうよ。そうなったらこうなっちゃう。3、4、そうなります。そうなったらこうなっちゃう。そうなりますか。そこまでのまくりいったらそうなっちゃうね。わー、あーそうなっちゃうね。やっぱ勝負強いね寺内さん。なんかね、勝ちましたね。やっぱ展開あるんだ。やっぱこういう時のベテランか。さすがですね。寺田知恵から4号つけ回った中島。おーマイケル優勝戦かない。さあそんな気迫のこもった4号艇の、おー、これマキちゃんもあるね。まだかなり近づいてますよ。全然あるよこれ。4は持ってる方はいる。4持ってる人はいないね。いないですね。おー握った。握っちゃったらフラグやなこれ。暴れた。危ない危ない危ない。大丈夫かな。何倍さあ皆さん、勝負としては残念でした。しょうがない、これはしょうがない。皆さんの残金を確認していきましょう。はい、よし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 。だいぶ残ってますよ。うん、また16万、16万の2900ね。肉が残ってるっていうのがいいね。すごいじゃないですか。ありがとうございます。無理やりじゃないですか。間の数字だけ。さあ内山くんがオッズダンス中だと視聴者の方が。いやちょっとごめんなさい、1点に絞れなくて。はい、ただちょっとこれで行かせていただきます。決まりましたか。はい、はい、この4点で勝負します。おお、すげえ、尾びれが来ました。はい、こういう予想でこういうことを言っちゃいけないってことは分かっててあえて言わせていただきますけど、はい、今日はね本当結婚記念日なんですよ。そうですよ。奥さんに今日何がいいかなって言ったら124って言ったんです。え、そうなんですね。そうです。だから僕は123、124、125の中のどれか一つにしようと思った時に奥さんが124と言ったので、はい、優勝戦は1点に絞るんだったら僕はもう最初から124にしようとしたんです。琴さんの魂も乗せてですね。はい、そうです。で今オッズ見たとこ124今 13.3 倍なんで、これ以上下がらなければ帯いけると。これでお願いいたします。はい、ではイマルさんも、はい、ちょっとお二人と違うのを狙ってみました。あーでもいいと思う。あー素晴らしい。素晴らしいです。2、3、2、4、3、1、3、4、各3000円です。イマルちゃんで言うと正直言うと243が来たら帯超えるんだよね。え、243でですか。そう、今243が436倍あるのよ。それすごいですね。120万。そう、最後皆さんでね、はい、奇跡を見ましょうよ。喜びましょう。期待、うん、はい。1番、3番、4番、5番、6番の新入です。チャレンジ株優勝戦、揃うかな。ここどうすんの。逃げますもんね。これでもさ、まだ156ワンチャンあるよね。いや、平本さん平本選手だから、ですから、そうね、こっから着をありますよ。ちょっと1ゴロなんでかな。
コースからの予定、地元いじみせるか、平本曲がりともつける、おー開いてきます、いや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 、まだ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 もう2試あるからね諦めないで、諦めないで、諦めないで、俺が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 先回るか、先回るか、入り込めないか、ちょっとせ、どうですどうです、どうです、いやーちょっといやーきついなー、これはきついよー、きつい、頼む頼む、最後まだまだまだ諦めないで、平本さん地元地元応援してるよ、みんな応援してる、全く淀みがない優しいハート、ここがーじゃあ1号2かー、うわー、いやあいい顔してるなあ、涙が出てきそうですね、めちゃくちゃ熱かった、でもまあ熱い、こうなるよね、そうなりますよねこうなるよね、まあ、やっぱりそうなりますか、うんうん、まあしょうがないけどさただいやでもね、124だけだったらもう最初の1マークで無理だと思ったけど、いちごろあったでしょ、いやーねー悔しいですねこれね、内山さんね、分かってはいたんだけど、なんで1号2を買わなかったっていうことだよねいいって言ってた選手ですもんね、5号艇も2号艇も、そうなのよ、この連に絡んでる3艇ともいいって言ってた選手なのよ、そうなんです、そこを買わないっていう、今の心境いかがですか。いやギリギリでしたね、はい、良かったです、はい、今日はいい緊張感で臨めましたか、はい、そうですね、あのかなりいい緊張感だったんですけど、最後ちょっとあんなポカミすると思わなかったんですけど、はい、はい、あの今日1日、まあはい、いつもの作業かもしれませんが、はい、入念に調整されてましたね、そうですね、まあ、いつも通りあの最後まで、はい、粘りました、仕上がり面では納得の状態ではいけましたか、はい、まあまあ優勝したんでいいですけど、もう少し出たかなと思います、はい、そうだったんですね、はい、その優勝戦なんですが、はい、3周どんな思いで走っていましたか。もう1周目でなんとなく大丈夫かなと思ってたので、あと転ばないようにだけしっかりと、はい、ガッツポーズ出ましたね。そうですね、ファンの方がねたくさん待っていてくださったので、はい、まあ、今回の SG なんですが、まあ、この後振り返ることと思いますが、はい、どんな重みのある SG になりましたか。まあ、いつも通りですね。ただチャレンジカップということで年末 の、 ね、最後のチャレンジできたかなと思います。はい、ズバリ今シリーズの勝因ってどんなところにあったと感じていますか。はい、何ですかね。まあ、いつも通り落ち着いて作業ができたところかなと思います。はいはい、それにしても、はい、ナイター SG、はい、V6、はい、強いですね。強いですね、びっくりですね。ねえ、はい、ご自身ではそのあたり分析されたこととかっていうのはあるんですか。いや、いろいろ考えたんですけれども、まああまりこう どうなんでしょう、わからないですけど、まあ、地元が桐生なので、はい、ナイターなので、はい、いっぱい練習させてもらいました。まあ、これでグランプリもいい位置でいけますね。はい、そうですね、ベスト6で行くっていうのが毎年の目標なので良かったです。そのグランプリに向けての意気込みですとか思いというのはどうでしょうか。いや、もうしっかり優勝を狙っていきます。はい、では最後ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、一節間応援ありがとうございました。年末もしっかりと頑張りたいと思います。さあ、それでは皆さんの最終所持金確認していきましょう。はい、内山くん50円、もう勝ちじゃないですか。はい、勝者です。内山さんが1月以来の勝者なんですけど、勝者勝者、何でしょうね、こんな気持ち。うーん、さっきまで26万とかあったんですけどね。そうですね、やっぱりまだあれでしょうね、この番組で帯取るのは早いぞとボートの神様が言ってるんだと思いますけど、もっともっと番組盛り上げて続けていこうっていうことじゃないですか。そう、多分そういうことだと思うんですよ。はい、でも今日はね、もう僕の中でのチャレンジカップだったので。チャレンジカップでしたね。いや本当に本当に、帯チャレンジがあったので、はい、いやでも僕はすごく楽しかったです。盛り上がりました。はい、はい、残りあともちょっとしかないんですよ。うん、そうなんですよね。もうそのビッグレースというのも数残る少なく数残る少なくもう無理しなくていいよ、プリちゃん、終わろ。残り少なくていいと思うよ。そうですね、あと15秒です。うん、15秒カウントするんですか。今日どうなの、はい、プリちゃんは。あ、今日私は当たってないですね、自分の中の予想は。あ、自分の中で当たってなかったの。はい、あ、そうなんだ。予想したんだ。うん、あ、終わっちゃう終わっちゃう。はい、はい、またお会いしましょう。